来い！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、はい、次はスペード。スペードは上？あっちや、右側や。トランプになっとんやね。今更である。はい、ここ。ん？あれ？ちょっと待って。あれか。ちょ、スペードがこっちの手に渡っていなかったわ。はい、これでスペードの鍵。これを使って、そこを開けていこう。ん？どこだ？あれ、これじゃないのか？え、ないんですけど。あ、そっか、中か。これに、あー！またなんかいっぱい出てきたちっこいのが。ん、なんか、消えた何？どこ行ったの？やめてよなんなの？どこに連れてったの？どういうことなんだ。ん？さっき現れたのは呪い玉じゃな。呪い玉にはダークライトじゃよ。ダークライト？ IC 星に向かってダークライトを当てて呪い玉を暴き出したら吸い込んでしまえ。ふんふん。じゃなくて。これ？あ、出てきた。これがその呪い玉か。幽霊たちかと思ったけど違うんやね。よし。全員ちゃんと吸い込まれて。オッケー。何をぐずぐずしておるんじゃ。グイージ君で呪い玉を吸い込んでやるんだよ。吸い込みました。まだ残っています。なぜそんなに怒られているんだよ、私は。ああ、まだ吸い込みきれてないんか。なるほど。はい、これで OK。はい。お、開いた開いた。で、最後、クローバー。クローバーの鍵。ゲット。何？は、背後から。危ない。ちょっと待って。よ、何、なんかいっぱい。あ、ネズミ。待ってよ、おい。はっ、くっ、こっち来い。あー、待って、よいしょ。はい、いえ、ふう、よいしょ。めっちゃ吸い込める。う、はいはいはい、やったね。びっくりした、何事かと思った。さあ、これじゃあ、これじゃあ、じゃない。それじゃあ、これで、最後の扉を開きに行こう。え、何？エスカレーターが動いただけです。え、使えなくなった。使えます。なんてことしてくれてんの、ちょっと。え、普通に降りれてん。使えんくなったんかと思ってん。焦る、やめて。
この時間は。え、ここなんか入れるようなとこある？ちょっと待って、グーイージ君。いけない。いけない。どういうことや？は。えぇ？お金がいっぱい出てきた。なぜ今落としたの？なんか全然、どうした？どうした？なに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 ？何もできないぞ。散々迷っていると、見かねた小山博士からヒントが。ルイジ君よ、まさか君は訓練の成果を忘れておるんじゃなかろうな。いや別に。吸い込み中に R を押し込めばアクションを持続したままルイージ君とグイージ君を切り替えられるのじゃ。ということは二人で同時に吸い込みをすることもできるわけじゃよ。へっへっへ。二人で同時に吸い込み。でも別に。あ？何？回転させるの？これで、これの回転で開くの。なんかすごい仕掛けが。何その仕掛け。すげえ。やったね。ってことでちょっとその鍵をいただいて。いただいたけど。ちょ、待って、ここ、グイージ君じゃないと通れんやん。なんかいる。確実にそこに何かいるでしょう。イェイ。てか待って、レジみたいな刺すところは？鍵を刺すところは一体どこですか？ん？なくない？え？なくないっすか？ん？この辺いる？何か。あ、なんか出てきた。鏡から。こいつはなんだ？こっちの鏡は？なんともないね。ない。この店に入った時にいるハサミを持ったお化けが気になるアイナ。さっきからね、出て入ってはここでハサミで髪を切っている方がいらっしゃるんだけど。あ！ちょ、待って待って。じゃああれは関係ないのか。関係ないのか。とりあえずこの子たちを吸い込む。へい。やっとだわ。これで柄4つとも全部いけた？これで警備員さんのところに行けるわけだ。この鍵やったよね。星型。さあ行こう。
なになに誰あー溶かされた、強制的に溶かされたんだけど、とりあえず行くしか。はい、上上がった。うう、なぜ乗ると故障するんだ。何、急に動き出したんですけど。キャー、どういうことだよ。おい、あ、めっちゃ、上に上がれなくなった、もしかして。あ、ちょ、怖い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 。あ、でも顔が出てきたら別に怖くないや。普通逆じゃね。こいつ顔が出てきちゃったに全く怖くねえぞ。そしてなんか思ったよりも体力が少ないのね。くっくっくっく。あ、何、ゴリラみたい。あー、やめて、怖い、痛い。は、これはもしや、この状態で、いた！で、普通に吸い込みよって。あ、あ、待てよ！待てよ、待てよ。これ、二人で一斉にやったら、大きな武器を吸い込むにはコツがいるぞい。ストロボしたら後ろに回り込むのじゃ。後ろに回り込む。は、あ、なるほど、ちょっと待って、とりあえずもう一匹産んどいて。痛い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 。あ、これはこれで、ちょっと待って、高い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 。おっと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 、待て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 、おい、おお、めっちゃ投げる。超投げる。ちょ、どこ行った？いた。そして、ああ、ダメだ。これで、はい。違う。これで吸い込んで吸い込んで吸い込んで。よっ。おお、いけたんじゃない？え、いけたよね、今の。ギリギリのところでお化けに勝ったアユナ、やっと警備員室へ。でもこれガチャガチャされよったらわかるよね、普通に中におったらね。おお、そんなにびっくりする。やっぱり超小心者、見た目に反して。見た目めっちゃいかつい感じやのね。なんか転がり出てきたけど。何やってんの？自分で驚くなよ。何やってんの？そんなビビるようなもんじゃないやん。何、武器持ってきた、武器。ちょっと待って、とりあえずもう一匹、グイージ産んどこう。よし。入ったぜ。そう、やめてよ。え、なにこいつ、ストロボと、あ、サングラス。ちょ、待って、こいつサングラスつけとるけん、ストロボでそんなに。はい、サングラスを、て、ちょ、そっか、そういうことか。水鉄砲、水鉄砲でグイージがやられるんや。あ、この緑のやつ、あれ、この緑のやつ、グイージの体力ってことか。今更である。待ってよ、おい。あー、来い、こっち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 。はい、来たー。よいしょ。さっきのでかいやつと同じようにストロボ焚いたら、後ろに回ったらいい感じっすね。こいつあれな、何回でも、あー、しばっ
あ、でもグリージは何？毎回この体力で回復、復活するの？おい、待てよ。太ってるけどめちゃくちゃ動けるじゃねえ、こいつ。痛い。お腹でアタックされる。ちょ、サングラスを外せ、サングラスを。おい、サングラスを外せよ、それ。よい。よいしょ。はい。来い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 。くっそ。くっそ。どこ行った？よいしょ。やめて。よいしょ。いける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 。倒せるぞ、こいつ。そしてさっきからね、めっちゃお金落としてくれようんよね。ラッキー。はい、サングラスは外しましょう。サングラスは外して、よいしょー。てか自分から後ろ向いてくれるね。あ、やった、吸い込め、吸い込め。ちょ、お腹そういう問題じゃないぐらいのレベルで引っかかっとったけど。あ、これで、これは2階かな。てか、グリージだけで倒して。そういうこともあるのね。はい、2階のボタンゲットー。お、ふふ。はは、帰れでー。やったね。さあ、これで新たに2階に行けるようになったぜい。ということで。あれ？何？また、また眠りに。ん？これお金じゃないのか。あ、お金よね。ですよね。一瞬違うんかと思ってやん。はい。2階のボタンゲットー。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね、お化けたちもなんかめちゃくちゃ個性豊かな感じ。なんかそれぞれちゃんと弱点みたいなのがあったりするんよね。